久しぶりね、レナス。現在の戦況はこのような感じになっているわ。現在の状況としては、何か手を打たないと。厳しいわね。エインフェリアたちの近況を知りたい？彼の近況ね。核にも敵のスパイの侵入を許した。極秘情報といくつかのアーティファクトを奪われた。直ちに逃走する敵スパイを追ってエルビア平原に向かってちょうだい。敵部隊を殲滅し、情報漏洩を防ぐとともに無事アーティファクトを奪還してくるのよ。それと、足の速いエインフェリアには山岳部を抜ける近道を使ってもらうわ。険しい道だけど、時間をかなり短縮できるの。先も…エインフェリアたちの近況、彼の近況、エインフェリアたちの近況を知りたい。レナス、あなたの働きぶりだけれど、いい人材を送ってきてくれたわね。今回のあなたに与えられるマテリアライズポイント、あなたの働きにオーディン様も満足しているわ。これらのアーティファクトをあなたに授けようと仰せよ。レナス、あなたにお願いがあるのだけれど、旧兵が足りないの。後方援護に優れたものを送ってちょうだい。情報収集能力に長けたエインフェリアが欲しいわね。偵察任務のできるエインフェリアはいないかしら。くれぐれも気をつけて、幸運を祈っているわ。Thank you.
これがお前にとって一番大切なものなのか。戦乙女バルキリー。わからない、無我夢中だったから。そうみたいだとしか言えない。お前には生きる権利がある。生きる？そう、生きる権利だ。悲しいのは君だけじゃないんだから。強く生きてよ。君が泣いたらカシェルが悲しむから。ミネオちゃん、私をお守りください。本来ならばあなたが継ぐはずだった力。身寄りのない私をここまで育ててくださったあなたのお父様とお母様のためにも、私が必ず受け継いでみせます。継承の儀が私と両親が赤の他人だと改めて証明することになるのは分かっていた。
ほど大切なものなの。大切なものをなくした人はどうすればいい？私は負けない。力を受け継いでもっと大切なものがあることを証明してみせる。道は一つではないから、一緒に行きましょう。
ねえ、違う、別れたくない。俺が叶えてほしい夢の無事、そうだ。だけどユメルが望んでいたこと何だった？ルリオ、俺の願いを叶えてくれ！ユメルが両親に会えますように。彼女のことを思うのよ。彼女の死を願う。願いは聞き届けた。この少女がヴァルハラに行けるかどうかは分からない。共にしばしの時を生きるとしよう。